今回黒木瞳さんの娘役ということで、政界に進出するという母親に反抗するシーンも多くありました。実際に演じられていかがでしたでしょうか？やっぱ母親がこうどんどんこう先に進んでいくっていうのはとても寂しい中にちょっと怒りもあって、その複雑な心境というのを演じるのはすごく難しいなと思いました。でちょっと演技の中ではこうピリピリしているんですが、現場ではとても黒木さんが盛り上げてくださって、とても優しくしてくださって嬉しかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして古谷さんにお伺いいたします。次期総理大臣の椅子を狙う大物政治家という役を演じられました。役作りの上で気をつけたことなどございましたらお願いいたします。そうですね、三崎高校女子を教授を、最初は、勉強会の座長として招聘する。それがエスカレートして大臣になってほしい。ついには、浜松から議員として立候補してほしい。最後には、総理大臣まで任せるかどうか、まあこれは分かんないところなんですけど。分かんないんですよね。まだね。分かんないですよ。はい大変、三崎高校はスケープゴートなんだってブスッと言ってみたり、すごく素直であったり、どっちが本意なのかどこまでがブラフなのかわからない。これはまあ最後になってわかるから、あんまりそこをこういう芝居をしなくてもいいと、素直に、そういうスケープゴートだと。あいつはスケープゴートなんだっていう時はもう本当にスケープゴートにするつもりで言っておりました。まあ最後にはそれは分かるわけで、それで、いいんだろうなと思って。ただやっぱりどうしてもこの内閣総理大臣っていうのをやるっていうのも大変緊張します。でセリフも今まで喋ったことのないようなセリフをいっぱい喋んなきゃいけない。大変でした。そういうことです。申し訳ありません。ありがとうございます。では幸田さんにお伺いします。主人公幸子役に黒木さんが決定したと初めてお聞きになられた時の感想、そして実際に演じられている本編を見た感想をお願いいたします。最初はぴったりだなと思いましたね。とっても実は初めてお目にかかったのはもう18年ぐらい前ですよね。とってもこう上品で優しく清楚な感じでも中にとっても聡明で一本筋がピシッと通ったようなそういう方でいらっしゃると私は思いましたのでね、三崎高校の役にぴったりだなと思いました。で最近いろんな、ね、役柄なさってますよね。名前言っちゃっていいのかな、〇〇妻とかねちょっとこう幅がね広げていらっしゃるっていうかで、今回その黒木さんがどんなその女性政治家、多分おそらく日本中の政治家の方も含めいろんな行政の方も含め皆さんが注目されていらっしゃるというかこれからもされるだろうっていう作品の中でどんな女性政治家を演じてくださるかってもう一視聴者としてとっても楽しみにしています。今もしてます。はい、ありがとうございます。さあでは続いての質問はですね、皆さんにお伺いしたいと思います。今回政界が舞台ということで、もし政界に進出されたとしたら実現してみたいこと、もしくはご自身で今後プライベートなどで実現してみたいことをございましたらお聞かせください。まずは黒木さんお願いいたします。政界に進出したらですか？はい、いや私この撮影を撮り終えて本当に政治家って大変だなと思いましたので、業務も大変でしたし、ですからきっと今まで以上にならないだろうなというふうに思っていますので、ちょっとあれですが今後実現したいとしたら、このドラマ4話のあるところで終わるんですけれども、その後の三崎高校を見てみたいなと思っていますので、そこはぜひ幸田先生に続スケープゴートを書いていただいて、それを実現したいななんて思っております。お任せください。続編もあるかもしれないということで、はい、同じく石丸さんも今後実現してみたいこといかがでしょうか？そうですね、素晴らしかったですね、今のね導き方、導き出し方ね族があるなら出てみたいなと思いますまあ私はでも政治家になるってことも、私はねちょっとそういうタイプの人間ではないですから、あまり考えたこともありませんでしたし、これからどうこうしたいというのも差し当たっては個人的にはないんですが、でも今こうちょっとね不穏な政情ですから、世の中がなんかなるべく幸せにみんなが生きていけるような、そんな生活が送れる、そういう国にしていきたいなときっと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そして佐々木さんはいかがでしょうか。私は母親とか、家族と一緒に海外旅行とか行ってみたいなと思いますね。